打ち求めてるの高いんだよ。高いレベルやってるからさ、彼も別に下手じゃないよ。うん、他のチーム行ったら全然活躍できると思う。パパ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 、来た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 。ちゃまくんちチャンネル、パーちゃまでございます。今日はロドリをレベマにしてみました。僕はねシューベウとシューバが大好きだったんですけども、もうロドリキッズのロドリ強いぞ、ロドリ強いぞ、もうちゃまロドリ持ってないのかかわいそうみたいな、そういう空気をねすごく感じてきました。でも期待してますよ、レベマです。ボールコントロール92、ドリブル80、ボールキープ93、グラウンダーパス99、パスうまいと、でスピード85、瞬発82、まあスピードもあるよと、でフィジコンが88、なんか思ったよりフィジコンはなかったですね。ディフェンスセンス96、ボールダッシュ97、アグレッシブネス94ってことで来ましたね。はい、10で死んでるってことで、ここはやっぱカゼミロちゃんにします。あ、ライカールトちゃん、もうここね見てください、ほらみんなユキミヒ、ジューレ、あ、ジューレ違う、シューバ、カゼミロ、ピエラ、マルキーニョス、この歴代ね、シャマンチェスターボンバーズのアンカーを務めた人がどんなもんやということで見に来てます。だからもうシュポモティングしか入れてません。これもねロドリの効果かなと。でもまあロドリはね調子普通ですけども、まあ、ジューエルとシューバ、カゼミロ、このあたりは僕しっかり仕上げてきてます。マルキーニョスに関しては僕も絶好調です、いつでも行けます。まだワンタッチパスがねついてないので、まあ、使わないですけどね。だからロドリはね、これ結果見せれるんか、お前ちゃんとねやっぱすごいぞと、ロドリすごいぞ、見せれるんかというところでございます。カゼミロの方がいいよね、フィジコンだって8違うよ。まあ、スピシュンがちょっと4-3違うけど、まあ追いついたところでフィジカルで取れなかったら意味ないからね。俺はビエラもフィジカルコンタクト97、マルキーニョスフィジコン94、マルキーニョスの方が強いんじゃない、これ守備のボール借り取りに関してはスピードが54高くてフィジコンは6高い、ボディコンも9高い。まあでもサイズか、身長191あるからそれがどうなの。マジでねロドリがもう活躍するかどうか、あのロドリキッズにちゃまかわいそうみたいな空気にされたあの時間は何やったんや。活躍しなかったらねそういうことになりますから、まあ、ぜひねロドリちゃんせっかくレベマにもしましたし、あのレベマにね9000かかりましたよ。うん、最初間違えてディフェンスのガチャ引いて中盤ガチャ引かなきゃ途中から思って、だからまああんまりね爆発せずに4000ぐらいかな引いちゃったんでしょ、ディフェンスガチャ。うん、それもあるんでね、絶対活躍しろよお前みたいな、8000かかってんだぞっていきたいと思います、お願いします。まあ4-3-3この形なんでね、まあまずワンアンカー、アンカー1人で、まあかなりねこうカウンターの時の守備の役割っていうのは多いですよ。でなおかつボール取ってからのパスキャインみたいな、おい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 、早速やられていったぞおい、何してたんだロドリ、ちょっともうロドリのポジショニング注視していかないといけない。まずボール持った時の感じは、まあちょい重だけどそんなむちゃくちゃ重いって感じもしないんで、まあいけるかなみたいな。ここよ、ここ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 ロドリ大事よ、ここロドリ、ロドリのポジショニングいいぞ、もうちょっと深めでいいぞロドリ、ロドリもうちょっと深めでいこうね、オッケー。はい、ここでしっかりね両脇戻っていい感じと、まあ、ちょっとね、まあ、時間稼ぎをして、相手の攻撃に、ね、時間かけらさせたんで、あ、いいぞ、ロドリ。おー、ヘディングで。もう一回ロドリ行くぞ、出しちゃう、あー、それダメだ。そうね、ロドリ、それ通らないよ。お前が今までいたチームでは通ったかもしんないけど、うちじゃ無理だ。おらららら。お、いいよ、マルディーニ。あ、ナイス。おらららら。こういうとこもね、マルディーニ。ネドベドだとしっかり取りきれなかったけど、ロドリだったらまあでっかい身長で、フィジカルでグイみたいな感じで取れるとか、そういうことなのかと。そう取れていけんのかと。そういうとこね、見せていってほしいですね。ただ相手がね、なかなかね、攻めてこないのはこれ。ロドリにビビってのキャンベルナイス、はい、アフリートダメだよ、そんなパスは。いい加減にしろ、お前。やっぱちょっとやる気なくしてるんだよね、ロドリが。
来て、フリットもさ、あ、今日負け試合だみたいな、あ、 B チームかみたいな、今日 B チームの練習に付き合わされてるんだみたいな、そういうちょっとやる気のなさがね、見えるプレーでしたね、今ね。ロドリ入れちゃったからかな。あー、ちょい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 、なんかお前らやる気ないぞ。お、ナイスナイス、ネドベドだけ一人息を吐いてます。あー、ちょいちょいちょい、相手の守備もしっかりとね。あ、これどうだ。おー、それだよ、それそれはもうキャインだと。はい、ロドリ来た、ここで、お、いい判断ね、いい判断。さあ、ロドリのボール、あー、惜しい。あ、チャンスじゃない、あー、惜しい。ロドリがね、ロドリはもうポジショニングはね、やっぱりこの中盤のアンカーのポジショニング、どのこういう今みたいなさ、このボール取られてカウンター食らうぞっていう時に、やっぱ誰だろうな、ジューベルト・シューバとかは結構低めのね感じ、まあ、ボールもたまに取るけどそんなに取らない。カゼミロはね結構取ってくれるんですよ。まあでもその分ね、バイタル開けちゃう時もあるんで、まあ好みかなと。あとやっぱジューベルト・シューバー B、 おお、トロドリいいぞお前、そっからおいおい、あー惜しいね、惜しい。ロドリ、おお、ロドリお前そういうのできるの、ロドリちゃんいいじゃん。おお、あ、奥だよ今、ちょっともう出てたな。あら、ロドリが2発、2発見せていったな。ロドリお前いけんのか、ロドリなんか意外とね、足の遅さがあるからああいうの追いつかないかなと思ったけど、やりますね、ロドリちゃん。おお、ロドリちゃんだ、ロドリちゃんポジショニングがいいよ的な、ロドリちゃんポジショニングがいいよ的な感じですか。あ、ロドリ、おお、おお、危ない危ない。ロドリちゃんのパスは通りはしたけど、その後のフリットちゃんがちょっと大変そうでしたね。おお、縦パス全部カットされるね、縦パス。あ、ちょっとちょっとちょっと、さあ、ロドリ、あ、ロドリ寄ってきてる寄ってきてる、寄ってこなくていいんじゃん、それサイドバックのね、マルディニちゃんが行くからさ、もうやるのかお前、結果見せていけよ。やっぱね、ロドリでボール取って、ロドリでボール取って、そっからカウンターが始まるわけだから、その良し悪しよね。あー惜しい、もう中央ちょっとガッチガチですね、相手は。相手のボランチが気になるところですね。ほら、やっぱワンビサカちゃんファール取ったけどね、抜かれるぐらいだったらラリアットだっていうことで、まあ、かなりグーンいきましたね。見てよこれ、見せてくんないんでそこは、まあ、それぐらいのね、ほんと良くないことだけどファール取られるっていうのは、でもそんぐらいの気持ちで守ってくれてるんだっていう安心感がね、やっぱありますよね。いいね、ネド、はいはい、お前お、いいね、フォールラン来た、抜けてる抜けてる、フォールランのアウトスピンは神しゃあ、ロドリ関係ない、ロドリ関係ないとこでやっちゃいましたけども、果たしてね、本当にロドリはうちのチームに必要なのっていうのはね、吟味していかないといけない、こういう細かいところもしっかりね。ただポジショニングは結構悪くないですね。ただやっぱりなんだろうな、こうまだね結果残してない、もうアシスト、おいーぞロドリ、あ、フィジカルがさ、あんまり強くないわけじゃん、88って。まあもっと強いやついるよと、それはねあんまり感じさせないのよね、フィジカル弱えなみたいな。あ、ちょっと待って、それはあかんわ、ロドリにボール持たせようと思ったけどそれはダメだな、パスコースにキャインされてたから。お、ロドリこの辺まで、おお、それはダメだな。おいおいおい、ただああいう今のもさ、あえて選んだけど、そういうとこやらなきゃいけない時もあるからね、狭いとこでさ、なんとか早く攻めたいみたいな。オッケーオッケー、とりあえず今んとこはまあいいですけど、いつでも
ロドリに対して切れる準備はねできてます。本当にひどいプレーをしたらブチ切れしてやりますから、ね、よし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 、ここね試合していかないといけない。もうロドリちゃんの、まあ、ロングパスとかもありなのかな、ね、こっからギューみたいな弱気なプレーすんな、ロドリお前上がっていけ、いいぞ、こういうのも大事だからね、時には上がっていかなきゃいけない。さあさあ、おしおしおし、お前通せ通せ、しっかり通していこう、そこはナイス。さあロドリ、ロドリ、あ、いい位置取った、はい、ロドリ、あ、惜しい、いいよいいよ、ロドリ悪くないよ、ここよここ、あ、おしおしおし、おお、なに、じゃ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 、何やってんだお前たち、あーお前たちも声出せよ、ほら、ロドリ行け、おー、打たれてる、もっとプレッシャーかけないと、全然感じてなかったよ、全然プレッシャー感じてなかった今、もっと寄せないと、危ないで、ロナウドだよ相手は、オッケー、さあいいんじゃない、あー、クソパス、ほらアウトスピンループだな、あーあー惜しい、いいぞホルラン、お前一人だけ息吐いてますね、うん、一人息吐きだ、みんなで息吐こうよ、え、これロドリだよね、手前行っちゃっていい、191cm、 あ、バス点で蹴っちゃってる、来たんじゃない、決めろ、それ決め、今のコース決めなかったやつ、初めて見たプレステ5で、あ、じゃあプレステ4でか、よし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 、ナイス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 、おっと狭いね、これまんまかなんかついてんのかな、ロドリお前そこは前行っていいだろう、何下がっちゃってんのよあんた、中途半端だから、ここさ寝どべどがかわいそうに、さあロドリ見せてやれ、さい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 、ちょっと謎の今スライディング、はい、ラッシュちゃんいい、なんか介護してるよ、もうみんながロドリのさ介護してるよ、今ネドベドがね下がってきてさ、ロドリがいないからっちゅうことで、しっかりやれよお前、待ってるからやろー、ジューベーテシューバー風見ろ、いいぞいくらでもいるぞお前、代わりは風見ろあたりの方がいいんじゃないの、もう本当にとりあえずまあこれでいきますけどね、まだね、ロドリがちょっとでもミスしたらすぐ変えてやるからな、ほんとちょいちょいパスカットは確かにあるよ、でもそれ以上のもうそれはね別に風見ろとかね、ジューベルトシューバーでもできるやつだから、だからそれ以上のものを見せてくれないと、あのチャマロドリかわいそうみたいな、ロドリが最強なのにジューベルトシューバー使ってかわいそうプププみたいな、あの時の空気は耐えられない空気でした、うん、あーしょしょしょ、つながってるつながってるつながってる、取られちゃったな今フリットが、オッケーオッケー、さあ、ロドリに出してほしい、ロドリもポジショニング悪いんじゃないの今の、寄っていかないと、あんなにさディフェンス近くにグッているのにさ寄っていかないと、ワンタッチパスもあるぞ、マルティニ、あ、欲しいパスね、これ行こうこれ行こうこれ行こう、オッケーオッケー、ナイスキャンボ、ここよかいいね、そういうとこそういうとこだよ、ホルランめっちゃ良かったやっぱ今、ああいうさ、起点の、なんか、勘のいいプレーしてほしい。ワンビサカ、セーフティー、オッケー。ロドリもね、そういうのできるようになれば、アンカーだからってさ、ね、下がっときゃいいっていう、もうか、それもサボってんのと一緒よ。ナイス。そのボールの持ち方できんの神だよ。あー、取らないか。オッケー、あ、いけ、簡単に。簡単に剥がされてますやん、もう四角プレスでお前の個性を見せろ、オッケーラッシャー、危ないよね、打ち抜いて、あ、惜しい、ちょ今のグリーンいけないか、おー、ロドリこれどうする、おー、ロドリ
もう一回攻撃攻撃、ロドリから組み立てていこう。プレイメーカー的なロドリからの組み立て、それだよお前、それだよお前。やっと分かってきたな、76分で。もう一回やろう、もう一回ね。おい、ちょっと危ない危ない危ない、触れないか、 OK。 それだよロドリね、そこやっぱ見せていかないと。ボール取るだけなんてもんね、誰でもできるからな。うん、いけいけいけ、これ状況分が悪いぞ。そう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 、どこをやっぱ今見てました、僕はどこから塞ぐか。今ロドリはねボール取れなかったでしょ、絶対パスコースが3択ぐらいあって、取らなくてもいいけど、そういう時にどこから塞いでいくか、どっからプレスをかけてどっちのパスコースを塞いでいくかで、おちょっとずつね、チームと。いけ、あー惜しいか、バス点走れお前それ。じゃあよし、ここでしょ、ここで取る。はい、ロドリいらない、まあ、いらない時もあるか。よし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 、オッケー。ちょっとね今狭かったですね、ネドベドちゃんは。よし、じゃあそろそろね、うん、もううずうずしてるでしょうから、ここね、カズミのロドリはね、まずポジショニング CMF まででしかできないから、この俺は OMF もできるんだみたいなやつがね、もうドヤ顔でピッチに出てきますからね。うん、一人もいないですね。まあ君引ぐらいですか、まあ君引、そうですね、一人もいないですね。うん、まあ、CMF で行きますか。カゼミロあたりはね、このもう攻撃力もあるよ。この間シュートね、この間の試合、ラスだ、どこだっけな、どっかと忘れちゃったけど、あの、ね、抜け出し、ラインブレーカーみたいな、ネドベドじゃなくて、あの、カゼミロがね、ラインブレーカーみたいな動きして、トラップすると、トラップミスと見せかけて、あれトラップミスじゃないですよ、絶対。トラップミスと見せかけて、ちょろんちょろんシュート打つみたいな。で入っちゃってますからね、あれを、あれはもうカゼミロのオフェンスセンス、完全にもういけるでしょ、そこで違い出るよと。さあどうだと、やっぱベンチメンバーアンカーもう一人入れたいなっていう時に、おカゼミロはオフェンスセンスじゃない、高いから OMF もできるんだよなっていうのがあると、やっぱロドリそれはダメだぞお前、選ばれないよ。そこね、もう学んでほしい、今できなくてもいい、これからできるようになろうよ。だからカゼミロに学んでほしい。いいよ、来たカゼミロ、打って打って打って、はい、いいシュート、左でこれはいいシュート、相手がクルトワじゃなかったら入ってたでしょ今のね。ここやっぱ、まあじゃあ次フォルランで蹴って行けよロドリ。あロドリ来てなくない、ロドリ来てないよ、あらいいか、これで行くかロドリ、あれ蹴らない、あ蹴った、あいいいいとこ、よし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 、まあ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 、あちょ読まれて読まれてる、読まれてるよ君ひそこ、あこれ潰せ潰せ、ナイス、はいロドリお前いけ、あロドリいけそうだったけどね今の、ナイス君ひ、いや君ひ見せていくね、ロドリいいな今の、何もせずに勝手に相手の抜け出しを待つ、ちゃ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 、おー、ニアか。カゼミロセンスが違うな、あそこね。ファーかなと思ったらニアだったね。こうじゃあもう、ロ。もうちょっとカゼミロでいっちゃうか、逆に。もうここカゼミロだよと。あ、ラッシュだ。入ったわ。あなぜか。なぜか入った。今のを狙った形じゃなかったよね。でも、あれが、まあ、そういう星のもとに生まれたみたいなことなのかな、というふうにして思ってますね。どうなんだろう、あとはもう評価点、俺の中でのロドリの評価点、まあいいとこもあったけど平凡だったね。うん、そう考えるとまあ 4.5 ぐらいかなって思います。あとはまあウイレさんのね評価見てみましょうということで、タックル負けてるやん、タックルの数で、あロドリ 6.0 か、あなかなかだね。相手、例えば相手はベッカム、マテウスは中盤が守備的な人があんまりいないから比較ができないか。まあでも最多はスティーブン・ジェラードで、中盤の選手パスカット4かな、タックル成功は1、それぞれ1個ずつって感じ。ロドリはパスカット5ですね、そこは頑張ってる。でタックルは成功0ですね、でパスは23の20、まあ、なかなかやっ
いいパスは、まあ、パスの、ね、成功率は高いけど平凡なパスだったかなという気がします。うん、申し訳ないけどね、ロドリには。うん、打ち求めてるの高いんだよ。高いレベルやってるからさ、彼も別に下手じゃないよ。うん、他のチーム行ったら全然活躍できると思う。でうちはそれじゃやっていけないから、うん、勝つ軍団作りたいからね。だからロドリもやるんだったらやるかって、やれるんだったらね、あの勝つ軍団に入るんだったら意識変えていかなきゃいけない。うん、それできるんだったらもう俺もね、あの全部教えますよ、全部教えます。死ぬ気でやってくださいロドリさん。うん、これから見てます、ライブアップデートも含めてね。うん、じゃこんな感じで今日は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。入れ大好き。